ジャデル・ボルネー・スピンドラー、バレーこと、ジャデル・ボルネー・スピンドラー、ジェイガー・ボナイ・スピンドラー、1982年1月18日体は、ブラジル・リオグランデドスル州出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。17歳の時に、リオグランデドスル州ののテストに合格し、本格的にサッカーを始める。12歳から17歳までは学校に通いつつ、 母が働いていたスーパーマーケットに勤務しており、そのスーパーのチームで週に一度サッカーをプレイしていた。1999年10月に、ウルグアイのデフェンソールに移籍するが、同クラブでは3ヶ月間練習に参加しただけで、試合出場はなかった。2000年は、レンタル移籍で、グレミヨに在籍。2001年4月、デフェンソールから期限付き移籍で、J ニオーミアールディジャに加入。 これがプロとしてのキャリアのスタートだった。当時は C 契約で第4の外国人という扱いだったが他の外国人選手の相次ぐ怪我などでチャンスをつかむ。デビューとなった5月23日のミッドホーリーホック戦から4試合で5得点を記録。ホルヘデリーバルデスに次チーム2番目となる13ゴールを挙げた。翌年、怪我で戦列を離れていたチーム内外国人選手が 復帰したために、外国人枠からあぶれた関係で、大宮を退団して、イタリアの AC ペルージャへの入団を目指し通し、デンマーク、ウルグアイ、ブラジルのクラブでプレーした後、2003年に1月、大宮へ復帰した、デフェンソールからの期限付き遺跡。2004年の大宮の J1 昇格にも貢献したが、シーズン終了後に放出される。この j やヨーロッパのいくつかのクラブからオファーを、 受けたが J2 番フォーレ甲府入団をバレエ自身が託した。2005年シーズンは甲府の攻撃の中心として J1 昇格に貢献した。J2 リーグ戦では得点ランキング2位の21ゴールを記録。柏レイソルと対戦した J1J2 入れ替え戦では12月7日の第一戦、小手で決勝ゴール12月10日の第二戦、がでは J リーグの一試合個人最多得点記録となる6得点、ダブルハットトリックを叩き出す大活躍で、甲府の J1 昇格に大きく貢献した。J1 へ昇格した2006年も引き続き甲府の攻撃ユニットを牽引。勝利を決定づけるゴールを次々に挙げ、昇格初年度の甲府 J1 残留を置き見上げに、同シーズンをもって甲府を退団し、ガンバ大阪に完全移籍し、 三年契約を結んだ。2007年開幕戦、古巣の大宮相手に途中出場から決勝ゴールを決め、感動の涙を流した。このシーズン、J1 リーグ得点ランク2位となる20ゴールを挙げ、J リーグベスト11に選出された。2008年2月、パンパシフィックチャンピオンシップ2008決勝戦のヒューストンダイナモ戦にて4ゴールを挙げて、G 大阪の優勝に貢献した。 2008年8月、アラブ首長国連邦のあるアハリに完全移籍した。ベナンシュワイレスの地元紙によれば移籍金は600万ドル、当時のレートで約6億5000万円で、そのうち85%がガンバ大阪に、身内がパス、選手保有権の一部を所有することから、残りの15%が彼自身の手に渡ったという。2008から09シーズン、あるアハリは、 UAE リーグに優勝し、バレーはチームトップの11ゴールを記録した。2010年に同じ UAE のあるジャジーラに移籍し、2010から11シーズンの UAE リーグに優勝。2011年4月に行われた UAE プレジデンツカップ決勝のあるワフダ戦では、決勝点となった先制点を含む2ゴールを挙げて4から0での勝利に貢献した。 2012年にはカタールリーグのアルアラビに移籍した。2013年シーズンから清水エスパルスに移籍することが発表された。7月25日、中国スーパーリーグの天津安子たち足玉クラブへ完全移籍。2015年5月3日にバンフォーレ甲府へ復帰。契約満了をもって同シーズン限りで対談。2016年2月、 ブラジルのジーグロリアと契約。登録名となっているバレエは本人によればブラジルで販売されているバレーコーラというとても安いジュースの名前で小さい頃によく飲んでいたせいかあだ名として呼ばれ出したものが定着したとのこと。家族や親しいものは本名のジャデルで呼ぶという。J リーグでプレーしていた頃には公文式に在籍、日本語の勉強をしていた。 しかし、記者会見では語弊などを避けるため、ポルトガル語を使用している。一 0, 0 0 0 0 0 1 7, 56, 19, 8, 6, 1 7六一百四十二六万五千百五十二七十一コールスパンイコール六十八百六三四十九三十四七7二十八七コールスパンイコール2その他の公式戦コールスパンイコール三 a f c コールスパンイコール 2AFCCL コールスパンイコール 2CWC 通算コールスパンイコール 2AFC その他の国際公式戦楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。